はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、こちらオープンボックス開封したいと思います。今回ねすごいよ。パソコンのレースゲームをする方ね、はい、夢のような製品になります。7色プラスリバースのシフターになります。これね、ガチャ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 ンって、まあ今のオートマの時代なんだけども、でもやっぱりこのマニュアルで走ると楽しいよ、車はね。本格操作で盛り上がろうっていうことでね、こちらのオープンボックスを紹介するんだけれども、ちょっとね先に言わせてください。この動画の説明欄にいつもだったら販売店ね、商品名とかあのリンクとかあるんだけども、この動画アップした直後はありません。実はブランドの問題で今お店を設置中なので、サンプルだけね、中国から今日届いたので、なので、お店が設置が終わったらそっちリンクしてねって言われてるんだけど、まだねそんな連絡が来ていないので、今日も確認したんだけど、まだ準備中なので、お店が整い次第にこの動画の説明欄に追加になります。なので、今現在どこで買えていくらなのかわからないんですね。申し訳ありませんね。はい、そんなわけでね、どんなものか見ていきましょう。まずね、こんな形のシフトノブになっています。で、こ取り付け用のね、このネジビスもね、こうやってくっついてるんだね。はい、今言ったように7速プラス R、 要は8箇所ね、ガチャガチャンとこう入れる場所があるんだね。元気なおじいもね、レースゲーム遊んでると最高でね8速まであるよ。8速まで、レースゲーム遊んでるとええー、って思うけど、まあ、バック入れなかったらパソコンの設定だったらね、何速はどこのギアに入れるってこの設定があるので、そこで 1,2,3,4,5,6,7,8 速にすればリバースは別にしていけばいい話なんでね、まあ、おそらく8速までは対応できると思います。で、あとトラックなんかね、運転する十何速とかってあるよね。こっち自転車と同じようにね、こっち側がこうローミディアムハイみたいなのがあってね、こっち側が5速6速ぐらいあってね、1,2,3,4,5,6 ってさ、ぐちゃんと上げて7,8,9,10,11,12,13,14ってね、あるよねそういうのね。まあね、こうやってガチャ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 やるのがね、たくさんあった方が楽しいよね。まあ、今までだったら6速プラス R でね、ここがないのかな、こういう商品が主流だったんだけど、これも時代の流れですね。やっぱこういう商品欲しいよね、本当ね。それはスムーズにギアに入ることができ、あなたが素早くそして正確にギアを変えるのを助けます。さまざまな速度を体験するってことでね、書いてあります。はい、そしてね、ハードシェルステンレスの構造なんだね。丈夫なんだね。結局アルミ合金ベースでできてるということです。で、安定したゲーム体験ね。プラスチックだとこう軽いし安定しないしね、壊れやすいけども、アルミだったら壊れにくいよってことなんだね。で、ここです、注目なのはカーボンファイバーギアシフターということで、まあ、こういうのを見てると、ただ丸い棒がね、丸いのがね、シフトがこうポチンってくっついてのもあるんだけれども、今回のものはカーボンファイバーなんです。これね、ちょっとねワングレード上なんです、ね、運転中の操作性を高めます。で、ボールヘッドが径が 36mm で、ロッドスレッドが M8 ということですね。で、まあ、取り付けるものが大体ここら辺買うとね、変換のやつが付いてるものが多いんで、ネジの変換がね、まあ、いろんなもの変換を使えば、まあ、何でも付くよっていうことなんだね。はい、そしてね、今回のシフターなんだけれども、 G25、27、G29、G920、 そして T300RS ね、 TGT、 まあ、これらに対応するようです。適用するようですね。要はこれと互換性ね、ありますよっていうことなんだね、くっつけてね。で、まあ、基本的にはパソコンなので USB でつけるので、このハンドルとセットで要は互換性はこれしかないんだけれども、でもそれ以外のものにじゃあ使えないのってなるでしょ。いやいや、要は自分でマニュアルで設定すればいいお話なんで、
このゲームの中で認識したハンドルを選んだ時に自動的に設置してくれるのはこれらのハンドルですよということなんで、これらのハンドルを持っていなくても要は設定画面で自分で設定すればいいだけの話、そうすればオールマイティに使うことができるんですね。元気なおじいもだってこの中のもの持ってないからね、おじいはね。はい、そしてね、気になるのが商品のサイズになります。このボディの部分ね、これが106センチになります。106センチ、これね、ここまでがね、で、甲が130ミリの甲が90ミリね。そしてこのシフト部分ね、ここの要はカーボン部分が75ミリなんだね。甲が直径が35ミリね。で、ここからここまでが64ミリということだそうです。で、 USB ケーブルの長さは余裕の 1.4メーター。まあ 1.4 メーターあればね、大体つくよね、これね。はい、まあ、ゲームのサポート、ね、アセットコルサとかダートラリーとかプロジェクトカーズとかね、まあ、いろんなものを対応してありますね。元気なおじいがいろんなゲームで検証しますね。お楽しみください。はい、USB シミュレーターシフター PC のみ対応ということで、ここはね、間違いないでください。プレステ4、プレステ5、Xbox、Mac には適しておりません。あくまでも Windows のパソコンのみに対応して使えますよということです。これね、間違いないようにしようね。はい、それじゃあ実際にオープンボックス開封いきたいと思います。じゃあ後ろで開けようね。はい、それじゃあね、アングル変えました。開封したいと思います。見える？ね。はい、箱。ね、今開きやすいようにね、こう切ってあるけどもね、はい、このように入っております。はい、こんな感じだね。それでこれが本体だね。これがボディだね。よっ、おー、アルミって感じするね。うんね、アルミだね。はい、こんな感じです。で、これが取り付ける穴だね。これがね。うん、はい。まあ、これ、どうだね。で、あ、中見える？ほら、中ほら。こんな感じ。おう！おう！あ、すげえ！これちゃんと固定しちゃったら、すげえな、これ。1足、2足、3足、4足。で、5足、6足。で、7。で、バックかな、これがね。ここのところがあれなんだね。メインなんだね。だ、ほんと、多分こうだね。逆ってことはないもんね。だってこっちが1足だったら厳しいよね。1、ね、2足入りにくいもんね。で、多分こっちだよね。なんかさ、スイスポとかだとさ、なんかこれ、クックって、こっちが来なかったかな、クックって、そんなことはねえから、ね、うん。すごいね、こう、カッチャンってこう、しっかりね、シフトフィールがいいよね、これね。ね。ここのところが、だから下に行かないと、ちょっとこう、慣れだね。自社と同じだね、これね。あー、結構いいぞ。重たさはね、そんなずしっと重てーってほどじゃないし、うん、持てる重さです。これね。で、USB がね、1.8 メーターぐらいあるでしたっけ。ね。よいしょ。はい。よいしょ。こんな感じだね。で、これ線もほら、これベタベタしたいやつだからね。ほら、ベタベタしたいやつ。ね。これはありがたいね、ほんとはね。うん。それで、あと付属のものをね、見ていきましょう。よいしょ。これが取り付けるときのネジだね、これね。ネジが4本、4本と、あと裏から留めるやつとワッシャーがついてるんだね、抜け防止のね。で、これが、おお、これ重みあるじゃん、これしっかり。これでガシャガシャってこうやりやすいな。おお、なんかこれ、いや、本物じゃん、これ。いや、いいな、この重み、いいな。
これガチ本物。これ実写にはしかないよね。こっちちっちゃいよね、実写はね。おそらく。本物、デミオとか何ミリかな、もうちょっと大きかったと思うけどな。ねえ。うん。まあメーカーによるんだけどね。いや、この重みいいなぁ。いや、たまらなくいいっすよ、これ。で、これは、外してくれってことだろうね、これきっとね。うん。くる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 っとね、くるくるっとつけて、ぐっと。おーおー、これついたらすげー入れやすい。いいな、これ。ここまず固定しないとな、これ。これを固定しないとお話にならないけど、あ、いや、いい感じだね。これがついたらめっちゃいい感じだね。いやー、ワクワクすんなー、これ。すげーいいぞ。うん、3色入れやすい、4色も。で、5色。ここが今までこうなかったからね、ここが慣れたね。うん、ね、5色。で、6色。ね、ここなんかやっぱ、シースポみたいな感じ。似てるな、ちょっとな。6色慣れないとね。で、7色があって、バックだね、これね。いやー、いや、使いやすい、これ。周りのより、これ、使いやすい、持ちやすい、ね。これもっとグーってこう、ネジで回さねえとね。いや、これいいよ。で、これを外して使うからね、これはね。いやー、最高だね。で、実際の取り付けなんだけど、よいしょ、これね。おじいの、これほら、レーシングシート、前回ちょっと紹介したやつなんだけど、レーシングシートあるよね。その左側に、右か左側につけるステーね。今このステーの部分だけ、そのまんまこれ持ってきました。で、これね、そのまんまつくのかな？あ、そのまんまつくのかなっていうか、ここのところが結構あるんで、幅とかどうなんだろう。ね、幅がね、あ、幅入らないな。幅が入らない。こうだったらよかった。こうだったらこうドンピシャだったけどな。こうだったら、ドンピシャでもないんだね。こうでも足んねえけど、これをつけるためには、もうちょっち、ね、もうちょっちこれ太いのがないと、ちょっとこう幅が合わなかったんで、そこちょっとあれだな。工夫しないと。ここの土台をもうちょっとこう大きいのにしないと、ちょっとこれへの取り付けは苦労するね。つかないね、これがね。うん。まあちょっと残念だけど、ね。はい。まあそんなわけで、今回はね、オープンボックスなんだけど、これ実写と、これ、どれぐらい違うんだろうね。普通の車ですと何ミリなんだろう。あとね、釣りのやつが確かうちの親父のがあったんだよな。ちょっと探してこようかな。あったらね。うん。じゃあ、ちょっとね、探してきまーす。待てて。はい。それじゃあね、シフトをね、ちょっとここら辺にね、ちょっと設定してみようかなと思います。計画としては、この板、これ外して、パコーンって外して、で、これ差し込んで、下からがっちり4点刺して、で、ここに固定するっていうね、まあ、そういう計画です。はい、そんなわけでね、今ここね、ここ、取っ払って、それで、頑張ってね、加工したんだよ。これね。うん。で、よいしょ。これをね、今、本当まさしく取り付けるための、一応ですね、まあ、このダボのここら辺ね、ちょっと、この辺で、ちょっとベータ的に試験と思って、で、まあ、ちょっとこう、固定すれば、まあ、場所的にいいかなって思ったんだけど、これちょっと今ね、ね、三脚持ってきてないからな。よっ。よいしょ。これでなんとか、これね、これで、あ、わかる、わかる？これね、
ものすごく揺れる。このディスク自体が軽いんで、これ自体揺れる。モニターはわざわざそれ考えてセパレートにしてあるので大丈夫なんだけど、ちょっとね、これすごい力がかかるので、下からのネジだと、ぶら下げだと、落ちる。これね。うん、これ自体はね、まあ重さ的には、まあ重さはあるんだけど、でもまあ5箇所ぐらいネジあれば固定はできるんだけど、そのガチャガチャガチャに、このネジが耐えられないと思うんだよね、これね。ぶら下げるのは。ちょうどね、その後に、固定の、専用の固定がね、あるよってことなんで、まぁ、ちょっと緊急でそれをね、送ってもらうことになります。いや、結構ね、宿泊してます。これまたちょっと戻さないと。はい、それでね、まぁ、せっかく作ったこれなんだけど、これね、まぁ、これにつかないでしょ。で、これ固定するときに、ここの穴で、こっち側、もし穴を開ければ、まあ、板をこれと固定すれば、ね、これを固定すれば、あ、ちょっと待てよ。それが無理なのか。下でこれをつけるためには、これが入る場所がなきゃなんないから、やっぱりちょっとどっか穴は開けないと無理なのかな。あ、大丈夫かな？あ、無理だね。どうなるんだろう。あ、やっぱ無理か。穴開けて、外側でつけるとしても、どの道、あ、いけるか。ここの穴を、ここに合わせて、板固定と兼用で下から締めちゃって、で、あ、無理か。外側はなんとかつけれても、この板を固定するネジが無理か。そうか。そうすると、やっぱ無理か。これは無理だね、これね。はいだね。今一瞬、なんか板をつければ、これつくかなと思ったけど、ちょっと根本的に無理だな。もしやるんだとしたら、ドリルでこの半分ぐらいまで穴を開けて、で、これなんていうの？これね、これを中に埋め込む形で、ネジもこの出っ張らないようにして、つける？短いので。ね、短いので、この中に埋めちゃって、この板をここに固定するっていう方式じゃないと無理なんだけど、でも全体的にその板を固定するのに、この金属の方が長いわけだから、固定できないんだよね、結局ね。うん、やっぱり無理なんだ。この金属の穴を使って板を固定するのは無理なんだね。こっちの方が長いから。ね。頭こからがっちゃうね、ほんとね。はい、そんなわけでね、一回戻ってまいりました。シフトはね、ちょっと見つからなかった。で、あの後にね、デミオに行ったんだけども、実写のやつって、間ね、10ミリか12ミリぐらいだね。なので、ちょっと大きさが変換のやつ使わないと大きさは合わなかったですね。はい、そんなわけで今回は一度戻ってまいりました。それで、出品者さんとお話ししてたんだけども、実はこれね、固定キットがあるよっていうことを教えてもらったので、その固定キットを送ってもらえることになりました。なのでまた後日到着するので、それを使ってちょっとね、テーブル固定してみようかなと思います。で、あと要はレーシングコックピットね、あれはあの鉄の板はあれの仕様なのでね、あれはもうそういうのしか使わないっていう、そういうバージョンなんで、まあそっちの出品者の方にもっと汎用なものがつくようにしてくれないってね、連絡してるけど返信来ないので、また来たら何かしらお伝えしたいなと思っております。そんなわけで今回はちょっと取り付け頑張ったんだけども、付けられなかったよということで、一応一回オープンボックス、シルバーのオープンボックスとして終了したいと思います。で、先ほどクーポンを発行してもらったので、
そちらの方もね紹介したいと思います。はい、まずね今回オープンボックスしたのはこちらのシルバーバージョンになりますね。色がねシルバーです。7色プラスね、リバースのシルバーになります。でお値段がね結構このカーブを使っているのに7688円とリーズナブルですね。でも元気なおじいの視聴者様用のねクーポンを発行してもらいました。そう、 10% オフのクーポンを発行してもらいました。なので768円安くなるので7000円以下で6000円台で、購入することができます。嬉しいでしょ。はい、そしてねこの横を見てください。ここね、ここを見るとはい、かっこいいブラックバージョン、これねニューバージョンなんです。これね今日追加されましたね、新製品として今日追加されたばかりです。それでこのブラックバージョン新製品が出るよっていう予告は聞いていて、実はここにもう到着してるんですね。なので、ブラックバージョンとシルバーバージョンね、どんな感じで見え方が違うのか気になるでしょう。この開封動画はまた後で作りたいと思います。はい、こちらもねお値段同じ7688円です。 10% オフのクーポンもありますね。今回クーポンコードは別々になっているので2種類欲しい方クーポンバラバラなんでね一緒に購入することができます。で今回ねここです。おじいもね前回知らなかったんだけどこのページが今日できたばっかなんでね、はい、これなんです。これねこれはちょっとクーポンね、ないんだけれども、これはこれの取り付けキットです。要はねテーブルやパソコンデスクにハンドル固定して使ってる人多いでしょ。でその横に固定するのにこれネジで固定するわけにいかないから、これ専用のものがあってここに取り付けてテーブルをねこのクランプで固定するっていうねアルミのしっかりとしたやつがあるので、これあるんだったらねこれ送ってもらいたかったね。でこれがねサンプルちょっと傷がついてるんだけどもちょっと訳あり品があるのでよかったら使うってことでね言ってくれたんで、ああもう付けば何でもいいよってことでね傷なんかもう気にしないよってことでこれ送ってもらえることになったので、これ使って後日動画作りたいと思います。はい、このクーポンはねないです。希望する人がいたらねまた交渉してみたいと思います。であとねもう一つ今来ていてまだ開封してないんだけども実はねこれもあるんです。ハンドブレーキで、このハンドブレーキこれねニューバージョンになります。これねブラックとかレッドとかねブルーとかあるんだけれども、このねブラックがね結構一番人気だそうです。それでこれはね最新改良版ということだそうです。どういうことかというと従来品はちょっとキー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 ねなんか音がしたりとかね滑らかさの問題とかがあったみたいです。でそれをさらに進化させたのがこのバージョンですよということですね。お値段の方が9800円です。これ1499円って書いてあるけど一応ね9800円となっています。でこれはね取り付けのクランプがもともとねセットになってこれくっついてるんだね、これがね。はい、なのでこのオープンボックスもまた別に作りたいと思います。でこちらのハンドブレーキのこのクーポンコードも 10% オフを用意していただいているので9000円を切ったお値段で購入することができますね。今回3種類のクーポンコード発行してもらったのでこの動画の説明欄興味のある方は覗いてみてください。 Amazon のリンクとクーポンコードダブルでねしっかりと載っているので見てみてください。であとねこれシリーズ動画なので今回はこれのオープンボックスで取り付けができなかったので後日キットが届いたら到着します。であとこの後にブラックバージョンがあるのでブラックバージョンをね開封動画を作ります。そして、こちらの方も届いているのでこちらの開封動画も作ります。でこれはねパソコン専用なのでWindows 7と Windows 10とね両方とも認識具合を皆さんに報告したいと思ってます。まあ、どっちにしてもね、シリーズ動画になるので、この動画の説明欄を見ていただければ、そのシリーズ動画もね、何々編ってこう分かりやすくして、ガーッとね、作りたいと思っております。おじいの大好きなジャンルなんでね、徹底検証して情報を出したいと思います。楽しみにしていてください。
そんだけで今回はちょっと残念だったけどもね、こちらのオープンボックスね、激甚編でございました。次回をどうぞご期待ください。またね、バイバイ。